人でワークショップするときはでもやっぱり2人にしかないスタイルじゃないけど、こうラッシュボールっていうやっぱでこうダンスをみんなにもみんなと共有したいっていう気持ちがあるんで、まあなんやろ、2人ともが大事にしてることやったりとか、こうほんまに自分たちがショーケースやったりとかするような感覚でこうルーティーンでやったりとかっていうのが多いですかね。うん、うん、なんかやっぱここ2人にしかできないことをっていうのが一番なんじゃないかなって思います。まあなんかラッシュの持ち味がなんかこう2人のスタイルが全然違うっていうのが持ち味の一つやから、それをこう1回のレッスンで両方味わえるっていうのが一つなんかメリットっていうか、うん、とはシンクロ具合が自分たちの武器でもあるから、なんかそのそういうどうやったらこうシンクロできるかとかっていうのはなんか毎回ちょっと伝えてるような気がするかな。うん、うん、ルーティンを通してであったりとか、こうフリーを通してであったりとか、うん、うん、そうだね、ですね、はい、そうです。